さあ、私が主役の物語を始めましょうか。さあ、次は君の番だ。君がこのリーンボックスを守るソルジャーとしてふさわしいのであれば、この聖剣が抜けるはずだ。どうした？聖剣やらソルジャーの件は理解できるのですが、なんてものにあなたは座っているんですの？これか？これの名はスライムマンのムマン、そしてこっちのはスライムレディのレディ。二人とも私の忠実なる部下だ。ああ、お尻の感触が最高ね。さあ、ベールちゃん、早く聖剣を抜く。ちょっと読書をしようかしら。
ですわね。私の相手は務まりませんわ。所詮は機械、私の敵ではありません。そこに行くのですが、ゲームショップに参りましょうか。見てしまったようだね。S-Sha、どうしてあなたがここに？と言いますか。さあ、参りましょうか。さて、ゲームショップに参りましょうか。失敗したみたいだね。お前か。どうするんだい、これから。これじゃあ君の目的もリーンボックス。やあ、ベールさん、こんなところで会うなんて奇遇だな。確かあなたは S 社のと言いますか、堂々と街中を歩いていることに驚きですわね。はじめはみんな驚いて大変だったのさ。何せこの見事な大胸筋や上腕二頭筋を持っている人間はいないからな。いつも女性たちの注目の的だったのさ。いえ、それは別の意味で注目されていたのでは。そうですわ。せっかくですし、S 社のことで聞きたいことがあるんですの。つまりはここからは真面目な話ということだな。彼女がこの国の統治者、ゴールドサードというのは分かりましたわ。ですが彼女はそれにもかかわらずこの国に興味がなさすぎます。何か理由があるのではないのですか？あるにはある。だがそれを話すわけにはいかない。なぜならば、すなわちそれは政治家のスキャンダル。もし国民に知られてしまっては降ろされてしまいかねないからな。あなた、見かけによらず常識人。参りましょうか。誰を食べようかな。
票を返しします。誰にしようかしら。まずは先に外敵の撃退ですわよね。ですが単独で乗り込んでくるあたり気を引き締めていきませんと。まさか外敵、そこに隠れているのは分かっていますわ。おとなしく姿をお見せになってくださいな。その声、ベールさん？ネプギアちゃん、どうしてあなたがここに？よかった、やっと知ってる人に会えました。まさかネプギアちゃんが外敵の正体ですの？外敵って何ですか？私はただお姉ちゃんに頼まれてベールさんのお手伝いに来ただけですよ。けどびっくりしましたよ。リンボクス行きの船は全部運航を中止してるんですもん。女神化して飛んできたらいきなり海上で襲われるし、その後もしつこく追い回されるで大変だったんですよ。そうだったんですの。誤解。目指すはノーダメージクリアですわ。私の勝ちですわね。
S-Sha。そこですか。中距離支援は任せて。ミドルレンジから狙い撃ってあげるわ。ところで、何が入っているのかしら。こうしてネプギアちゃんと共に戦場に並び立つのはいつ以来かしら。大切な妹の手前、雑魚とはいえ本気で相手をして差し上げますわ。私ベールさんの妹じゃないんですけど。私のターンですわ。守ってみせるさ。戦いの始まりだ。
悪くはないな。いいですね。情報によれば、ここに奴がいるはず。次こそは逃がさない。さて、今日はどのお店でお茶をいただこうかしら。チュッチュー。チュッチュッチュッチュー。街中にあんなにたくさんのネズミ？いいえ、あれは穏やかではありませんわね。神はまだっちゅか。おいら早く遊びたいっちゅ。にしても一体どのくらい待たせる気っちゅかって、本当にここで会っているっちゅよね。まさかおいらたち騙されたんじゃ。やっぱり神なんていないっちゅよ。いやいや、お待たせしまったっちゅ、皆さん。来たー、本当に来たっちよ。神は死んでいなかったっちゅ。ありがたい、ありがたいっちゅ。まあまあ、頭を上げるっちゅよ。これは待たせたお詫びっちゅ。つい先日終わったばかりの新作もサービスするっちゅよ。こちらも売るなり流すなり、あなた方の好きにするといいっちゅ。新作がこんなにたくさん、一体どうやって割ったちか。対策が厳しくなったというのに、さすが神っちゅね。割ったばかりの新作、それにそれを売ったり流したりって、まさかこれはゲームの違法コピー品の取引では。早速物の交換をと言いたいところっちゅが、まがいもののネズミが一匹紛れ込んでいるみたいっちゅ。チチチチチ、バレていないと思っていたっちゅか。好奇心は猫を殺すとはよく言ったものっちゅ。囲まれている、いつの間に。おやおや、これはまた美しいお嬢さんがかかったっちゅね。しかし、我々の取引を見られたからにはただで返すわけにはいかないっちゅ。あなた方こそ私に見つかったことを後悔するといいですわ。違法コピーなど言語道断。ゲームを心から愛する者として裁きを下して差し上げますわ。お娘ごときが生意気っちゅ。お前たちやってしまうっちゅ。チュー。任務を開始します。誰にしようかしら。
細かと。取引をしているのはどのネズミですの？こいつなかなかやるっちゅ。でも所詮は一人、どんなに強くてもオイラたちの数には勝てないっちゅ。ジュ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 。あんなところに別の集団。前のネズミがおとりとして戦いながら本体を逃がしている。ジュ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 。美しき乙女と大量の雑魚の戯れ。これもなかなかっちゅね。見物もいいっちゅが、取引を忘れてもらっては困るっちゅよ。これは失礼っちゅ。つい我としたことが。オイラたちは向こうで取引の続きをするっちゅ。それではさようならっちゅ。美しいお嬢さん、犯罪神様の祝福があらんことを。犯罪神ですって？待ちなさい。おっと、お前の相手はオイラたちっちゅよ。どうしても通りたければオイラたちを倒していくっちゅ。ま、オイラたち全員を倒せたらっちゅけどね。ジュー！な、何事っちゅか？ジュー！我に王手は我を斬る。神に王手は神を斬る。剣の断り、ここにあり。邪悪、立つべし。あなたは一体？私の名はニトロプラス。助太刀する。私の相手ですの。死だらけですわ。こんな攻撃チェックメイトですね。負けるちとは。私の相手は誰？逃げられましたわね。けどあなたのおかげで取引は中断させることができましたわ。感謝いたしますわ。別に、私はただ悪を切っただけ。礼を言われるほどのことじゃないわ。それよりもこの人相書き、取り逃がしたネズミに間違いない。この顔、確かに先ほどのネズミですわね。国内の指名手配犯の中では見覚えはありませんけれど。ようやく取引現場を見つけたと思ったのに、一足遅かったか。あなた、もしかしてあのネズミを知っているんですの？知っているも何も、私はあいつを追って PC 大陸からこのリーンボックスに来たの。 PC 大陸、確か東の海の先にあるという大陸ですわよね。ですが、どうしてそんな場所から来たというネズミが犯罪心を。それは
私から説明しますニク。この子はちょっと口下手だからニク。どこから生肉が？っていうかお肉が喋っているんですの？お肉が喋るわけないですニク。私の名前は生肉。生肉さんと言いますのね。ご丁寧にどうも。私はベールと申しますわ。よろしくですニク。ベールちゃん。ベールちゃん、あなた今私をベールちゃんと呼びましたの？喋る生肉なんて怪しさ満点ですけれど、私をちゃん付けしてくださるんですもの。悪い方ではありませんわよね。たとえそれが薄切りロースのような見た目の方であっても、今後とも末永くよろしくお願いいたしますわ。喜んでもらっている中悪いのですが、説明を続けさせてもらいますニク。少し前にこの大陸には犯罪心を崇拝する組織があったニク。ええ、嫌というほどよく知っていますわ。マゼコンというツールによってどの国も大変なことになりましたもの。それなら話は早いわ。あいつはその犯罪組織の残党よ。犯罪組織の残党はほとんどいなくなったと思っていましたのに、まさか PC 大陸に逃れていたなんて。いいや、大陸間のネズミの出入りはあるだろうけど、ここから逃れてマジェコンを使ってるわけじゃない。奴らはもともと PC 大陸にも存在していて、違法コピーしたゲームをばらまき、娯楽産業に甚大な被害を与えてきた。その主犯格ともいえる滞在人がさっき見せた写真のネズミ、放流中よ。一度は追い詰めたんだけど、あと少しのところで逃げられてしまったんですニク。それで逃げた放流中を追って、あなた方はリーンボックスへ来たというわけですわね。私はあいつを切らねばならない。探し出すため協力してくれないかしら。何分この大陸に来ることも初めてで。いいですわよ。私もこの国の守護女神として、あのような犯罪者は放っておけませんもの。守護女神？そういえばあなた方の大陸には女神はいないのでしたわね。わかりやすく言うと、この国を治めているのですわ。ですが私、堅苦しい人付き合いは好きではありませんの。他国からのお客様ではありますけれど、お友達として接していただけると嬉しいですわ。わかった。私もリーンボックスに協力できることがあれば言ってほしい。これからよろしく頼むわ。よろしくお願いしますニク。ええ、よろしくですわ。